ビットコインは三角持ち合いが継続してますが、そろそろ動きそうなね、ファンダが出てきていますので、その辺について話していきたいと思います。このチャンネルでは投資について毎日配信してますので、資産増やしたい方はチャンネル登録お願いします。はい、じゃあ早速いきたいと思います。ビットコインが、まあ、6万ドル台で膠着状態ですよということなんですが、雇用統計控え様子見基調かってことでね、出てるんですが、金曜日の日本時間の21時には、雇用統計出ます。この動画がちょうどで、アップロードされてる頃にはまあ出てるということなので、皆さんちょっと雇用統計ね、各自確認してみてください。で、まあ、雇用統計出ると、米国株の指標とかも動き出すので、まあ、ビットコインも動く可能性があります。はい。ただまあね、直近はちょっと三角持ち合いが継続してる状態なので、まあちょっともう先チャート見ますけども、まあコロナ禍から出ない限りはね、しばらく上行ったり下行ったりを繰り返す可能性が、まあ、高いかなと思っています。はい。まあ直近は、6万4000ドル台まで下げた後に、昨日6万9000ドルまではね、反発していますが、また今日ちょっと下げてきているっていう動きなので、やっぱり相当三角持ち合いが意識されているっていうのがわかると思います。まあ、どっちかっていうとね、上に抜ける可能性が高いと思います。50日大平均線も下からぐっと上がってきているので、どっちかっていうと上に弾き出して、また7万ドル超えで、使用された金超えという可能性が高いとは思っています。はい。あとね、ちょっと気になるのは、ファンディングレートっていうね、先物市場における資金調達率が依然として高い水準にあるので、まあ、大きなね、値動きっていうのが発生しやすい状態にあるかなと思います。ドカッとね、下がる可能性もあるし、逆にショートとかのロスカット巻き込んで一気に上に吹くっていう可能性もあるので、まあ、そろそろ大きく動くんじゃないかなと思ってます。はい。あとね、第一四半期、ビットコインは 64% 上昇しましたということなんですが、半減期前の乱高下に警戒する声もありますよと。半減期が今のところね、4月の21日ぐらいを予定されているんですけども、まあ、それまでもうね、2週間ぐらいになってきているので、まあ、ちょっとその辺のね、レバレッジ税とかによる、揉み合いみたいなのが、ね、あって乱高下する可能性も確かにあると思います。はい。で、ちなみにこの 64% ね、ワンクォーターで上がってきたっていうのは歴史上見ると3番目に大きな上昇になっています。1番はやっぱり2021年の時のワンクォーターの上昇ですね。はい。あとね、リップルがステーブルコインを発行するって話前から出てるんですけども、XRP レジャーを使って、リップル社がステーブルコイン、ドル建てのステーブルコインを作って、USDT とか USDC みたいな形のステーブルコインを普及させていくと。で、今後5年でテザーとかにしっかり対応していくみたいな話が、はい、そういう話が出ていますので、そこがちょっと XRP にとっては、まあいいニュースにはなるかなと思いますが、価格はですね、ご覧の通りもかなり悲惨な状態なので、投資対象としては面白くないんじゃないかなと思います。上がってもすぐね、全戻ししてくるしっていうのを繰り返しているので、本当の本格的なバブルが来ない限りは、リップルはちょっとなかなか上げれないんじゃないかなと思ってます。はい。あと、ビットコインキャッシュが半減期完了しましたね。ビットコインのね、半減期とかと同じようなね、サイクルでやってるんですけども、まあ、半減期の前には、まあ、結構、大きくね、動いたりとか、その、まあ、半減期の後にも大きく動いたりとかね。で、結構反撃意識されているコインではあるんですけども、今回のマイナー補修で、6.25BCH から、3.125BCH に下がっておりますので、ビットコインキャッシュっていうのもね、まあ、希少性は高くなるということなんですが、価格はね、なかなか厳しいと思います。使用された金が2018年のね、ところ、まあ、17年と言った方がいいのかな、ところにあるので、なかなかね、最高値超えっていうのは難しいかなと思ってます。21年の時にそこまで上げきれなかったのでね、1600ドルぐらいまでしか上げきれなかったので、今回も、まあ、上がってもそれぐらいとか、まあ、それちょっと超えても、
17年の高値は超えないみたいな動きになりやすいかなと思ってます。はい、まあ、短期トレーダーだったらいいと思うんですけど、長期保有だと面白くないと思いますね。直近確かに上げてますね。今年で一番高い価格までは上がっているんですが、まあ調整は大きく来そうですよね、今の状態だとね。来るかな。はい、まあ、ちょっと移動平均線の乖離が結構出てきてますので、移動平均線が今300ドル台に対して価格が685ということで、まあ、2倍近く、離れているので、ちょっとそこをね埋めに来るようなね下落発生すると思っています。はい、あとステーブルコインの話題なんですけども、2024年の第一四半期ね、ビットコイン以上に最も利益をもたらしたのはミームコインでありますということで、コイン月報が発表しております。これはアルトコインですね。アルトコインをそのカテゴリーごとにその上昇幅を計算したものなんですけども、この青色のやつがまあミームコインでダントツ上昇率高かったと、1300% までいってます、ね、14倍ですね、平均ね。はい、でその次は RWA 現地資産ですね。まあ、現地資産系 の仮想通貨については僕特別動画先日作りましたので、見てない人ぜひ見てください。はい、その次に AI 系でしたと。で、残りは、まあ大体同じな感じですね。DeFi 系、DPIN 系、レイヤー1、GameFi、レイヤー2ということで、まあ、クォーター1はね、かなりミームコインが強かったということなんですけども、まあ、そういう時期だったという解釈はできると思いますね。いろいろそのソラナ系から新しいミームコインが誕生して、まあ話題になったりとかね。そういうのがありましたんで、ドッグビーフハットね、とかね、ありましたんで、そういうのの影響があるのかなと思います。ミームコインの上昇トレンドって長く続かないんで、ボンと上げてずーっと調整して、また一瞬ボンと上げてずーっと調整するっていうのを繰り返すんですよね。なので、そのボンと上がったタイミングが、今回、その、ワンクォーターだったというところなんじゃないかなと思います。あくまでその投資先として有望なのがミームコインというわけではないので、そこはちょっと勘違いしない方がいいかなと思います。はい、でその話題のね、ドッグビーフハートなんですけど、今調整中です。ご覧の通り、上昇トレンドが完全に割ってきているので、もしかしたら、まあ、2ドルぐらいの元々あったね、トレンドラインまで全戻しして しまうかもしれません。だから今ちょっとミームコインからはね、資金抜けているような状態かなと思ってますよ。はい。で、柴犬についてもまあこんな感じになってますし、明確にね、まあ調整トレンドに入っています。はい。で、同時コインもこんな感じでね、せっかく2ドル以上まで上げたんだけど、今ダラダラと下がってますので、しばらくちょっと ミーム系はきついんじゃないかなと、4月はね。はい。じゃあ他見ていきましょう。イーサリアムも三角持ち合い継続中ですね。はい。移動平均線割れているので、100日の平均線ぐらいのタッチの3000ドルぐらいまで調整しそうだなと。夢線で変わりないですね。はい。で、ソラナも、もう持ち合いが続いています。で、今下の線にタッチしたような状態なので、まあ、ここでサポートされやすいかなと思います。まあ、ビットコインの動きに連動して、まあ、三角形抜けるなら、上に抜けるんだったら上に抜けてくるし、ビットコインがね、下に抜けるならこっちも下に抜けてくるっていう動きになりやすいんじゃないかなと思ってます。はい、今日はね、24時間比で見たらほとんどね、赤色の線に、文字になってます。ほとんどのカテゴリーで今調整しているような状態になっていますね。最近高かった AI 系も、調整してますし、DEX 系も調整してますし、かなり厳しい状態に今ありますが、まあ、今日はたまたまね、ちょっと下げる日だったということだと思いますが、雇用統計出てきたら急に流れ変わるとかね、そういうのもあるかもしれませんので、ちょっと、今週末とかはね、しっかり現状をね、確認してみるといいと思います。皆さんがお持ちの方にね。はい、あとキャンペーンとしては、バイビットが初回登録と入金で、最大3万ドル、450万円分のテザーもらえるキャンペーンやってますので、バイビットをぜひ使ってメイン口座にしてみてください。僕はチャート分析している頃に基本的にバイビットに全部上場しております。他の取引所もキャンペーンやってますので概要欄チェックしてみてください。今日の動画が役に立ったという方はチャンネル登録と動画のグッドボタンお願いします。そして僕の SNS のフォローもお願いします。
あ、インスタグラムがね、1.7 万人超えました。最近めちゃくちゃ伸びてますので、チャンネル登録し、じゃない、フォローしていただけると、広告なしでね、ショート動画見れたりするので、おすすめです。最後までご視聴ありがとうございました。藤丸でした。また明日。仮想通貨投資なら大人気の取引所バイビットがおすすめ。200種類以上の現物取引とレバレッジ取引が可能で、期間限定で仮想通貨がもらえる入金キャンペーンもやってるよ。手数料が安くなる招待コードがついたリンクはコメント欄の一番上と動画の説明欄にあるよ。また藤丸の YouTube メンバーシップなら毎週限定のコラムや動画が見れたり、毎月質問に必ず答える質疑応答動画が見れるよ。メンバーぜひ入ってみてね。